レガリケラトプスはカナダの後期白亜紀の基礎から発見されたケラトプス科の恐竜。レガリケラトプスはフリルを装飾する独特な板状の縁護頭骨によって特徴づけられる。このような構造を持つ角竜は現時点では他に知られていない。それが王冠を思わせることから王の角の顔を意味する俗名が与えられた。ホロタイプは2005年にピーター・ヒューズによって アルバータ州のオールドマン川で発見された頭骨である。回収はロイヤル・ティレル古生物学博物館によって行われた。ホロタイプの標本番号は TMP2005.0550001。相助的にはセント・マリー・リバール層で、年代はマーストリヒチアンキ。尾骨、全上顎骨、部分的な頭骨要素からなるかなり完全な頭骨である。 その頭骨は圧縮によって変形し、裏側と下側にはボガンを構成していた、鉱物によって覆い隠されている。その標本は角を備えていることと、ボガンから防出することが難しかったことにちなんで、ヘルボーイというニックネームで呼ばれた。記載は2015年、カレブ・ブラウンとドナルド・ヘンダーソンによって行われた。模式種は R ・ペテル・ヘウシ、R ・ピーター・ヒューシー。種商名は、 ピーター・ヒューズへの懸命である。全長は約5メートル、体重は約1.5トンと推定される。ありがとうございます。